ほとんど123人しか乗客のいない二等車に座ると心臓の心は再び死の恐怖と絶望感で圧倒された締めぎにかけられるように胸苦しく絶えず一種の呼吸困難に襲われた4年間4年間自分の生命はそれだけしか続かないのだこうしている今も病毒は細胞組織を破壊しつつある やがてあらゆる臓器が侵され心臓は鼓動を止めるそして自分は死体となって横たわるのだ太陽は輝かしく照り人々は愛したり生活を楽しんだりするだろうしかし自分は一つかみの灰になってこの世から消えてしまうのだ